仕事がかなり忙しい方、またはね、学生さんとかでかなり限られた時間の中でトレーニング時間が、まあ、1日ね、せいぜい取れて、まあ、30分とか、えー、週5日、まあ、毎日1時間とかトレーニングね、時間が費やせない人ってのはね、えー、かなり多いと思います。で、各勤務員できれば10から20セットぐらい行うのが、まあ、筋肥大をね、最適化させるにおいてベストとなってくるんですけど、まあ、時間がね、ない人の中でよくやりがちなのが、えー、セットの間はね、レストの時間を極端に短くして、えー、1分とかはね、レストでやりくり、 ししたりしてなんとかねボリュームは保てているんだけどセットの合間のねレスト時間が少なくなっちゃってどうしてもね強度と扱う重量がね落ちちゃいますで筋肉が成長するには成長する理由っていうのが必要となってきますね先週よりも0 5キロ重い重量を持ったり同じ重量ならね1レップでも多くやってみたりとかこれをプログレッシブオーバーロードっていうんですけどもしレストを十分に取る時間がなくてマイセットマイセットね万全な状態でセットに入れてないなら筋肥大を最大 化すするのはかななり難しくなってきますでここからが今回の動画の本題なんですけどまあ、そんな方はどうすればいいのかとてもシンプルです。 1セットごとのトレーニング強度を上げましょうもちろんね毎日がトレーニングやる気100%でねよし今日はやってやろうね追い込みまくろうなんてね気にはなれませんしおそらくねほとんどの人はちょっときつくなってきたらもういいややめちゃおうって感じになってもうすぐにねウェイト置いちゃうと思います何度も言いますけどジムでね周りを見渡せばほんとにね死に物狂いでもうラスト1レップ絞り出すみたいな感じの勢いで追い込みまくってる人なんてね本当にねごく一握りです 言えることなんですけどえもしねえもういいやえもうやめちゃおうかなもうウェイト置こうかなみたいになったらそっからねもうワンレップもうワンレップね絞り出しましょうでそっからまあ、もうワンレップいけた後その後ももし行けたらもうワンレップ行きましょうなので次セットを終えようと思った時に自分に正直になってみてあとぶっちゃけ1回行けるけどどうしようって思った時はこう自分に自問自答してください もうきつくなってきたしやめようかなって思った瞬間にそこから行うもう1レップその1レップがそこで終えるそのセットよりも筋肉の総合成長により多く貢献してくれますなので10レップのセットを行ってその場でウェイトを下ろしてもし1回あと1回だけ追加で行ってたらその11レップ目の1レップ目が 今、10レップを行ったセットよりも筋肉の成長によりつながるってことです。こう考えると、ワンモアレップの大切さが分かってくると思います。これはどのレップ数にも当てはまって、もし5回目標のセットをやろうとして、その5回目のレップは、最初の4レップよりも、あなたの体により多くの筋肉を成長させるにおいて重要となってきます。皆さんも分かっていると思いますが、筋肉の成長には刺激が必要で、体が慣れていること以上の刺激じゃなきゃ、残念ながら筋肉はね、成長できないんです。 例えば、ここから10年間、毎日散歩を10キロしたとしても、特にね、足は速くなりません。なぜなら、あなたの体は散歩から特に負担を得てないので、別に成長する理由ってのがないからです。ですけど、走るってなったらどうでしょうたとえそれが数歩であっても、あなたの体は、待てなんだこれはこんなことしたことがない俺の体は走るために順応しなきゃいけないってなります。そして、トレーニングでも、もしあなたが追加でもう一プを行うなら、あなたの体は、待て あの11レップを上げるのはかなり大変だった。こいつがこんなに自分の体を追い込むなら、俺たちはそれになれるためにより多くの筋肉を成長させないと。って言って、普通ならこいつは10回5セットやったらもうすぐやめるけど、今日はちょっと1回多くやりやがった。それに順応させるために大きくならなきゃいけない。 てなるんです別にこれは事実なんで誰も傷つけるつもりないんですけどジムにいるほとんどの人はねえぬるいトレーニングしかできてないですしそのほとんどの人は残念ながら中途半端な体しかね作れてませんオリンピアレベルの体してる人はねもうほとんど死に物狂いで追い込みまくってますし残念ながらね中途半端な体の人は中途半端なね追い込みしかできてないっていうのが事実ですなのでねこう考えてみてください どのプロスポーツのアスリートでも中途半端な練習してる人なんていますかもちろんね、中途半端にテレビ見たり、もう携帯見ながらね、えー、舐めた強度でレックエクステンションやったりね、えー、トレーニングやりながらでも健康維持レベルの、まあ、運動はね、できます。ですけど、まあ、初心者から中級者、中級者からまあ上級者とか、えー、自分をね、レベルアップしたいならきついことをね、えー、やらない限りどうしても難しいです。なのでもし次、あともう一レップやろうかなって悩んだら、 ぜひやってください死ぬほどハードなセットを1セットやることで節約できる時間ってのもね考えてみてください本当に本当にハードに追い込めたセットを数セットやるだけでもあんたの体はね十分に成長してくれますおそらく各筋部位10から20セットを行ったほど、まあ、最適にはね成長しないかもしれないですけど時間がないならね仕方ないですなので今回の動画の答え 最大限の効果を最小限の労力と時間で得るためにはどうすればいいか。そういった人は各セットを死ぬほどハードにしてください。もし自分が本当に追い込み切れたか、限界までトレーニングできたか、自信がない場合はこの質問を自問してみてください。ちょっと極端な例えなんですけど、自分の目の前で母親が銃を突きつけられてて、もう一レップできなかったら母親が殺されるっていう状況下になって、それでももう一レップ本当に絞り出せなかったか。それでもし答えが、 ぶっちゃけできたかななら限界まままでであなななたはトレーニングできてないってことになります、まあ、結構暗い例なんですけどねこれは実際に人類初で5 0 0キロをデッドリフトした男エディ・ホールが5 0 0キロを上げる前に自分が事故現場にいて車の下に自分の愛する息子が押しつぶされててバーがその車っていう催眠術を自分にかけたっていうのと結構ね似てるんですよ。 みんなね、ああ、俺追い込んだわ、頑張ったわ、つって。じゃあ、どれぐらい頑張ったと思うって聞くと、いやー、ぶっちゃけあと1回ぐらいできたかなーって答える人ね、ほとんどです。本当にその辞めた時点から、1回につき100万円もらえるってしたら、あと何回できたと思うって聞くと、大体みんな、 いやーあと34回は行けたかなーみたいに言うんですよねまあ結構極端に聞こえるかもしれないですけどまあ皆さんがね思ってる以上に本当はね自分頑張ってなかったりするんです炭素運動ではトレーニングストレススコアってものがあるんですけどこれはウェイトトレーニングも適用されて例えば10レップ1セットをまとめて行うとしましょう10レップ1セットを1回行う方が例えば5セットで2レップずつ行うよりもはるかにきついです これも言うまでもないんですけど同じ量の運動量でも1セットで10レップやって追い込む方がより筋肉に多く成長をもたらしてくれます全く同じ重量で1分かけて1セットだけ10レップを行うのとレストを合間に挟んで10分かけて2レップを5セットやるのを比べると10レップ1セットの方が時間も短く済んで全体的な筋肉の成長にもより良い,い効果をもたらしてくれますですからジムでトレーニングするのに十分に時間が取れない方 できるだけハードにトレーニングしてください。で、最後に皆さん、これだけは覚えててください。トレーニング強度はトレーニングボリュームを補います。では皆さん、本日も最後はやめてくれて本当にありがとうございました。ぜひね、もっとこんな動画が見たいって方は、チャンネル登録とライクの方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time.